佐々木龍が前を抑えて2番の佐々木隆も前を伺いますが、ここは抑え込んだ7番の佐々木龍、先頭誘導員をかわします。中段4番手が現在は並走するような感じ、外に2番の佐々木隆、内側4番の近藤です。さあ少し4番手以降がごちゃつくような感じになって残り600の鐘、7番の佐々木龍はその様子を見てペースを落とします。しかし2番の佐々木隆が前に上がってその佐々木龍を叩いていく。2番の佐々木隆がここは思い切って主導権だ。2番手は5番の渡辺、3番手には9番の阿部が続いて、4番手7番の佐々木龍、後方7番手に置かれているのが4番の近藤。さあ縦一列だ、バックストレッチ、2番の佐々木隆逃げていく、後方から4番の近藤がいいスピードで上がってきて、現在は5番手付近、4番手7番の佐々木龍も合わせて踏んでいきます。4コーナーから直線、2番の佐々木隆先頭、外から5番の渡辺、5番の渡辺抜け出した、ゴールイン。